あとわずかでベルフォレストに到着するが、先ほど月光ステイトから連絡が入った。新連邦の部隊に見つかったようだ。我々はベルフォレストに到着次第月光ステイトの援護を行う。月光ステイトはホランドという男が新連邦軍を脱走して結成した反新連邦のグループだ。彼らはこの地球を形成する大地スカブコーラムの保護を提唱し、そのために活動している。メンバーの中にはホランドが新連邦から連れ出したエウレカという少女もいる。彼女はニルバーシという機体のライダーであるとともに、スカブコーラムの保護に必要な存在だ。彼女はニュータイプではない。だが我々と月光ステイトの理念には共鳴するところがあり、協力し合っている。新連邦はエウレカとニルバーシに秘められた力を戦争の道具として欲しているに過ぎ、関係のない君たちに対してすまないのだが、ここはどうか協力を頼みたい。新連邦にマークされてしまった以上は彼らと協力するのが最善です。ここも協力したいと思います。作戦の説明を行います。今回の目的はターゲットの掃討です。レーダーでターゲットの位置を確認して撃破してください。注意が1点、作戦領域の周辺には新連邦の拠点があり、敵部隊が出撃してきます。拠点を制圧すれば敵の出撃を抑えられ、月光号への攻撃も減らすことができます。早めに制圧するよう心がけてください。なお、新連邦の主力兵器である KLF はリフボードを使った高機動戦闘が得意です。気をつけて戦闘に当たってください。それでは出撃をお願いします。出撃プレイヤー、ではどうかしたか。ここで出会いがあります。世界を動かすような大きな希望を感じます。は？どういうこと？ティファはニュータイプの力で未来を予見することができる。この力ゆえにティファは新連邦に狙われているのだ。アムロ隊員も感じるのですか？いや、彼女の感じることは俺にはわからないな。世界を動かす出会いか。なんだかすごいですね。世界を動かすといってもいいこととは限んねんじゃねえの。ロマンないですね。よし、行くぞブレイ。しつこい。早くホランドと合流しないと。敵はあの場所を拠点に行動しています。あそこを押さえてください。ターゲットを
噂通りいい動きをしてさすがは SOF 第一機動部隊の元チーフという。言われなくたって大丈夫よ。あっちゃ、また始まった。欲しい。天狗に感謝する。敵の動きをよく見るんだ。遅いな。やってやる。ギジェット、ホランドは？敵と交戦中、足止めをされています。このままじゃエウレカが。
ける気がしねえぜ。邪魔するな。揚力低下、左右のトラパーバランスをとって。天体を崩すんじゃない。こいつ常に周囲に気を配るんだ。との位置関係を常に意識するんだ。オッケー。ターゲットの掃討に成功しました。兄さん、なでしことかいう連中もやってしまってよ。お前たちの力見せてもらうぞ。この間は弟が世話になる。遅い。今度は兄貴の方か。プレッシャー。そいつは射撃戦を得意とする機体だ。高出力の射撃に気をつけろ。妙な動きをする。私に攻撃を仕掛けるとは命知らずなこと。邪魔するな。最後まで油断するんじゃないぞ。ということはない。兄さん、バカな。オルバイ、撤退するぞ。あいきゃーん、フライ。あの子、急いでニルバーシュ。ギジェット、さっきの子は？ニルバーシュが回収しました。エウレカは？まだ敵に囲まれている。君、私にこれを届けるために。俺、君だから飛べたんだ。君じゃなきゃダメなんだ。俺は君が大好きだ。俺が
君のことを守ってやる。アミタドライブ、セットオン。ちょっと、どうしたの？何？俺の人生ここで終わりなの？14年で終わっちゃうの？うわあ！大丈夫、私を信じて。セブンスウェル、あの現象は一体？アミダドライブという装置によってニルヴァー氏の真の力が解放されたんだ。これほどまでとは思わなかったがな。おいバズ、お前には月光号に乗ってもらうぞ。俺が月光ステイトに？それをエウレカも望んでいる。ねえ、一緒に行こう。え？君じゃないとダメみたいなの。あ、うん。私、エウレカ。君の名前は？俺はレントン。レントン・サーストン。また小さいお仲間が増えちゃったな。ところで皆さん、地表の成分を詳細に調べたのですが、世界各地に落下していた例の隕石と同種のものであることが分かりました。世界各地に隕石？何言ってんだ。俺たちはセントクルスの町に落下した隕石の調査をしてたんだ。セントクルス？そんな町は知らないわね。やっぱりここは別の世界なんでしょうか。現時点ではそう判断するのが適切です。それが事実だとしても消せないことはある。ええ、あの隕石はこの世界のもの。私たちの世界と何かの関わりがあります。もし手がかりがあるとすれば、あの黒い機体です。ベルクトと言ったな。聞いたことある。新連邦の幹部らしいがな。我々も彼についてはよく知らない。だが日本にいるジン・ハヤトなら情報を持っているはずだ。ここまで君たちと共に戦って感じたのだが、我々は君たちを信じたいと思う。君たちの目的が果たされるまでで構わない。我々と共に行動してはもらえないだろうか。そうですね、ぜひお願いします。いいのか？俺たちは軍人だぜ。新連邦にマークされてしまった以上、ここは手を組むのが得策だと思います。フェイさんの言う通りです。それにこの方たちは信頼できると思います。ありがとう。だがハヤトに会う前にやっておかねえとならないことがある。俺たちはこれからシベリアのドームポリスに潜伏しているゲインビジョーと合流する。悪いが、シベリアまで付き合ってもらうぜ。
ついでに君たちには我々のことを説明しておいた方が良さそうだな。俺とジャミル、ゲインビジョン、ジン・ハヤトの4社はそれぞれが新連邦と敵対している。俺たちは互いの目的のために協力して新連邦と戦っているんだ。新連邦はフィクス・ブラッドマンを長とする統一勢力だ。新連邦の真の目的は地球圏の覇権の掌握。これは旧連邦時代からの彼らの宿願だ。そのために彼らはニュータイプや新ドラゴンといった未知の力を軍事転用しようと目論んでいる。そのような愚かな行いは絶対に阻止しなければならないのだ。違う世界から来たなんて驚いたけど、本当に何も知らないみたいね。簡単に最近の歴史を説明しておくわ。この世界では7度もの戦争が各行われたの。早乙女博士が開発したゲッターロボが月に発生したインベーダーを駆逐した月面戦争。その後早乙女博士は反乱を起こし、究極のゲッターと称する新ドラゴンを建造。強心的な軍上層部はそれを破壊するため、地球を反壊させるほどの威力を持つ重要視ミサイルを撃ち込んでしまった。時を同じくしてトラパーの大量発生現象、サマーオブラブが起こった。当時スカブ研究の第一人者としてニルバーシュとエウレカを研究していたアドロップス・サースト、彼は自らの命と引き換えにこれらによる被害を最小限に食い止め、世界を救った英雄とされているわ。そのアドロックこそがレントの父親よ。そして地球とコロニーの最後の戦争となる第7次宇宙戦争が勃発。宇宙革命軍はコロニー落としによる降伏勧告を地球連邦に対して行った。地球連邦はそれに対抗して決戦兵器であるガンダム X を投入。しかし作戦は実行され、地球には無数のコロニーが落とされた。地上はコロニー落としによる環境破壊で日の光が当たらない星になったが、地球の人口も2割にまで減少してしまった。その後スカブコーラルが大地を形成していき、環境が再生していった。そして今もその戦争が繰り返されようとしているの。新連邦と宇宙革命軍の手によってね。あなた方ナデシコが新連邦にマークされたことはすでにお話ししたと思いますが、あなた方は宇宙革命軍が派遣した刺客であるとの情報が流されているようです。そのため新連邦内部もかなりの警戒態勢を敷いてきています。コロニー側は新連邦の天敵ですから。なぜこんな間違った情報が流されているのかは分かりませんが、何か裏がありそうですね。セーブしますか。最新の情報を報告します。インターミッション中。これから合流するゲインビジョーという男について話しておく。奴は黒いサザンクロスという意味を持つエクソダスの請負人だ。エクソダスとはドームポリスの住人が新連邦の管理から逃れ豊かな土地へ移り住む行為。シベリアの各地には新連邦が管理するドームポリスという都市がある。ドームポリスには一般市民だけでなくボダダクという宗派の僧侶や政治犯が収容されている。ここを管理しているのはシベリア鉄道と呼ばれる新連邦の下部組織。シベリア鉄道はエクソダスを重犯罪と規定しており、計画するだけでも厳罰が待っている。ゲインは特急の賞金首としてシベリア鉄道に追われる身だ。だから俺たちと手を組んでいる。
今回の作戦の目的はゲインと協力してエクソダスを成功させることだ。それともう一つ、まもなく死刑になる予定のボダラクの抗争を逃がす場所はウルグスクというドームポリス。抗争は政治犯として無実の罪で刑務所にぶち込まれている。ゲインは内部の住人と連携してすでにドームポリスの刑務所への潜入に成功している。俺たちはエクソダスの開始と同時にゲインを援護し抗争の脱出を成功させる。大体分かったな。ゲインは様々な情報に精通している。彼と合流することは今後の我々の行動に大きなメリットとなるはずだ。あんたたちの協力があれば助かる。よろしく頼んだぜ。作戦の内容を説明するわね。抗争を乗せた列車がドームポリスから脱出したけどシベリア鉄道の部隊に追われているわ。私たちの目的は列車が作戦領域から脱出するまで援護すること。敵の追撃部隊は列車の足止めをしに来るはずだからそいつらを優先で撃破して、列車は敵のいなくなった安全なルートに向かうと思うから変な方向に進ませないようにね。領域内には敵の前線基地もあるわ。そんな方に列車が向かってしまったらかなり危険だから注意して。それじゃ頼んだわよ。だけどエウレカって子、ドームポリスって名前聞いてから元気なくなったな。女の子の秘密を詮索するのは感心しないわよ。バレル、調子はどうだ？最近はシミュレーターをずっとです。なんとか慣れてきましたよ。いいね、ちっとは前向きになったじゃないか。別にそんなんじゃ。よし、後で俺と模擬戦でもやるか。一挙鍛えてやるぜ。注意にはまだ勝てませんって。イクスブラウ、出ます！
ちらゲインビジョン、作戦の協力感謝する。防衛目標の進路上に敵部隊が接近、応戦して。ゲイン、状況を知らせてくれ。列車の進路上にシベリア鉄道の警備隊が展開している。逃げ道を封鎖するつもりか。そういうことだ。そっちはよろしく頼んだぜ。ったく、足にしとくぜ。こっちもエクソラスで忙しいんだ。多めに見てくれよ。助っ人さんたちもよろしくな。ゲーナー君、急がないと連中が来るぞ。やってるでしょ。そうかそうか、頼んだぜ。無理やり戦わせるなんて大人のやることか。なんて威力なんだ。アトリナだ。防衛目標が被弾。我々は本部へ向かうとしよう。
シベリアとは言っても、僕の知っているシベリアとは違う。どうなっているんだ。防衛目標の進路クリア。それはどうかな。しつこそうなのがやってきたぞ。シベリア鉄道をここまでコケにしやって、時間も息の根も止めてやるぞ小僧。奴の火炎放射は攻撃範囲が広い。気をつけろ。気をつけてどうにもできないのだ。このラッシュロットなんだよ。ゲイン、坊さんはボドラクの連中に預けたぞ。礼を言ってくれと頼まれている。これでエクソダスは無事に成功だな。早速だが、君の力が必要だ。新連邦との戦いが本格化してきた。我々と共に行動してくれると助かる。ああ、俺でよければ役に立とう。で、彼らが例の客人か。ナデシコ艦長の星野瑠璃です。ほう、将来が楽しみな艦長ですな。以後お見知りおきを。皆さん、ここまでに分かった情報から私なりに現状の考察をまとめてみました。ここは私たちの住む世界と違った歴史を持つ別世界であることは確かだと思います。そりゃまたいきなりヘビーな話ですな。
その仮説から今まで起こったことの説明が全てつきます。しかし、わからないこともあります。私たちの世界に現れた生命体、あれはこの世界に由来するものです。何らかのつながりを持っている。そのつながりを生む役割を果たしていたのがバルドナドライブではないかというのが私の予測です。バルドナドライブ、聞いたことある。え、どうしてですか？ちょっとしたルートでね、過去に開発が試みられたが失敗した新連邦の切り札ってやつだ。まさか B 計画のことか。新連邦にいた頃聞いたことはある。そうだ、コロニー側に対する攻撃手段として超長距離を瞬時に移動できる禁断のテクノロジーさ。その開発者はバルドナという人ではありませんか？よく知っているな。その通りだ。全く異なる二つの世界に同じ人と同じものが存在するということ？その通りです。そしてあの黒い機体の出現により俺たちはこちらの世界に飛ばされた。そう、私たちの手がかりはあの機体だけです。ベルクトか。奴とはハヤトが何戦も交えているから詳しい情報はあいつが持っている。そのジン・ハヤトからちょうど連絡が入った。日本で眠っていたシンドラゴンの覚醒が間近だということだ。シン・ドラゴン？何ですかそれ。世界全体に対する脅威だ。そう覚えておけばいい。ベルクトはシンドラゴンを狙っている。新連邦の幹部クラスの中でもシンドラゴンを担当しているようだ。それなら話は早え。決まりのようですね。私たちも日本へ同行しましょう。ゲームチャンプはどうするんだ？僕も行きますよ。帰ったってシベリア鉄道に捕まるでしょうし。だからってあなた方を信用したわけじゃありませんよ。わかった。じゃあサラと3人で仲良くエクソダスだな。ゲイナ君、大丈夫なの？弾の一発でも敵に向けて撃ってくれればそれでいいさ。今までの話を整理するとこういうことです。異なる歴史、異なる人々、ここは私たちの暮らす世界とは全く異なる世界です。ですが未確認生命体の出現から推測できるのは何らかの形でつながりが発生しているという事実。その鍵となるのがバルドナドライブ。単なる超長距離の移動手段であったはずのバルドナドライブが異なる世界へ跳躍する手段であったと考えられます。現に私たちがここにいることがそれを裏付けています。あなたたちが未確認生命体と呼んでいたインベーターと抗体コーラリアンについて説明するわね。まず抗体コーラリアンはスカブコーラルが大きな被害を受けた場合に突如発生するものなの。人々を無差別に襲う習性を持つ危険な存在よ。おそらくスカブコーラルが自衛のために生み出したもの。私たちはそう考えているわ。もう一方のインベーダーは謎の多い存在よ。あれは遠い宇宙から飛来する地球外生命体。地球上のあらゆるものを破壊しようとする攻撃的な性質を持っているわ。そして未知のエネルギーであるゲッター船を餌として行動している。
インベーダーは兵器と融合し、メタルビーストと化す特性も持っているわ。どちらも人類にとって驚異的な存在であることに変わりないけどね。セーブしますか？最新の情報を報告します。インターミッション中。私がタワーの艦長を務めるジン・ハヤトだ。星野艦長、あなたたちのことは聞いている。ベルクトの情報が欲しいそうだが、今は早急に作戦に入らねばならん。まずはシンドラゴンの説明をさせてくれ。シンドラゴンはゲッターロボの開発者である早乙女博士が建造した兵器だ。早乙女が姿を消し、建造から13年を経た今でもその正体は分かっていない。その内部に大量のゲッター船が貯められているという事実以外はな。君たちが見たインベーダー、あれらはゲッター船を求めてシンドラゴンに群がってくる性質を持っている。つまりシンドラゴンがいる限り、インベーダーの地球への侵攻が止まることはないのだ。インベーダーは世界を破滅に導く脅威となる存在だ。その温床となるシンドラゴンを排除しないとな。先ほどシンドラゴンの周辺からは異常なエネルギー反応が確認された。何かが起ころうとしている。我々の今回の作戦はシンドラゴンを破壊することだ。協力を願いたい。ベルクトについても簡単に話しておこう。彼は新連邦の幹部で、シンドラゴンの調査と捕獲を特務として与えられている。部隊は独自の機動兵器で構成されており、我々もこれまで幾度かの戦闘を重ねてきた。だが彼がどういう人物かまではよく分かっていないのが正直なところだ。君たちが別の世界の人間というのは正直にわかには信じがたいことだ。ただその手がかりを得るためにベルクトを追うというなら協力しよう。我々の利害は一致している。ハヤトさんの言う通りです。ここは作戦に協力しましょう。なお今回の作戦にはシンゲッターが参加する。パイロットはゴー、ケー、ガイの3人だ。癖のある連中だがよろしく頼む。それでは作戦内容を説明する。時間もないためここは各艦で強行突破を行い、シンドラゴンを艦の射程に収める。各艦の進路上にいるターゲットを全て撃破し、艦の進行を援護してくれ。敵の数は多く、防衛網はかなり手厚い。全方位から狙われることになるだろう。全てを相手にする余裕はないので、艦前方の部隊だけを叩いてくれればいい。突破が最優先だ。周辺にはフレイル部隊を投入します。敵の足止めにはなるので、余裕があれば援護をお願いします。それでは出撃準備に入ってくれ。私はシンゲッター2のパイロット、ケイよ。私たちの手で
シンドラゴンを倒して一日も早く平和を取り戻しましょう。二人も紹介するわ。シンゲッター1のパイロットがゴーよ。俺はガイ、シンゲッター3のパイロットだ。俺はベンケ、昔はゲッターのパイロットだったが、今はこいつらの補佐をしている。こいつらは乗り始めて間もないが、よろしく頼んだぜ。娘のケイもよろしくな。ああ、よろしく頼む。しかし、シンゲッターってすげえ機体だよな、こりゃ。なあフェイ、ベルクトってやつはいつ捕まえられるんだろう。バレル、今は作戦のことに集中しないと。でもこんなことしてたら僕たちはいつまで経っても帰れないよ。バレル少尉、私たちが協力する意義はすでに説明しましたね。わかってますよ。最初から素直にしてなさい。ゲイナー君、まだブツブツ言ってるの？男の子でしょ。僕の両親はエクソダスとは何の関わりもなかったのに、推進派の連中に殺されたんだ。同情はするがな、少年。戦わなきゃみんなが死ぬんだぞ。そこのサラダって例外じゃない。育つは嫌だけど、周りの人が傷つくのはもっと嫌だ。仕方ないから戦うけど、ゲインさん、あなたのためじゃありませんからね。さて、何が出てくる。ショック、サオトメ博士。あいつがサオトメ。貴様、生きていたのか。このサオトメ、簡単に死にはせん。全機展開、攻撃目標はシンドラゴン。来るなら来てみろ。貴様らなどに指一本たりとも触れさせはせんぞ。各艦前進、今日はシンドラゴン。
が子、元気よ。いや、ケイよ。我が子。さあ、我が娘よ。わしのもとへ来い。親子水入らずで世界最後の日を迎えようではないか。ケイが、早乙女の娘？嘘だろ、親父。シンドラゴンを作った装備の方からはただではすまない。俺はお前を娘と偽っていた。嘘だ、嘘だって言ってよ親父。敵の戦力を分散させないと。機体かメタルビーストなど、インベーダーが機動兵器と融合しより強力になった機体。生物と機動兵器の融合。以前に戦ったゼントラー流の部隊も。まさか。そこか。前方に敵。愛したやつだよブレ。神殿にしては様子がおかしくなった。奥には勝てない。放射する必要ない。俺の方は心配ない。そっちはどうだ。チー大したやつだよブレ。反応速度が上がっているわねバレル。こんなところで死ねないんだ。慣れ始めた時が一番危険なの。お願いだから無茶はしないで。俺がこの機体とエウレカを守ってやる。このアミタドライブで。よし、艦を進めろ。
てる。ウェンもあんたのことを認めてるみたいだ。そこか。さあ来るのだ、我が腕の中へ、愛しき娘ケイよ。お前、私の父親なんかじゃない。シンドラゴンに熱源反応。貴様らごときにシンドラゴンの軌道を邪魔させるものか。俺はお前を守る。あなたは誰？俺はお前を守る。あなたは。シンドラゴンのゲッター戦レベル急速に低下。あいつらは。君たちを生かしておいて正解だったな。ゲッター戦放射量さらに低下。ゲッター戦を吸収している。おのれこそ、ドラミー、あと少しのところで許さんぞ。ハヤトに弁慶よ、貴様らには教えておこう。シン・ゲッターはシンドラゴンが生み出した最強の守護者だ。なぜシン・ゲッターが生まれたか、その意味を考えるのだな。意味だと？わしはここで退散させてもらうぞ。邪魔も入ったのでな。待て、サウトメ。ちょっとは楽しませてもらえそうね。アンジェ、あまり遊びすぎるな。分かってる。少しだけ。そんな終わりないぞ。見てくれは他の無人機と同じだ。あいつは友人機。射撃戦にかけた機体だから注意。どこを見ている？あいつらか。セントクルスで見かけた。やっぱり体験があったということか。あいつらの出現でシンドラゴンのゲッター戦反応が急激に低下しました。動力を確保するための機構を持っているのかもしれない。ゲッター戦を吸収しているということ。その辺でいい。ついてなかった。アンジェ、用事は済んだ。撤退するぞ。また会おう、ジン・ハヤト。貴様の目的は何だ？
敵に質問とはね。答えるとでも。バルドナドライブは遠く離れた空間同士を接続することができるもの。何？自分たちの世界ではないどこか、そう、並行して存在する別の空間に。それが完全に稼働するとどうなるか分かっているのですね。少しは頭の切れる者がいるようだな。褒美に教えてあげよう。ポイント A53X だ。君たちにもぜひ絶望を知ってもらいたい。ちょっと待てよ、お前は何なんだよ。バレる。え？お別れだ。なんで僕の名前を。艦長、 A53X にあと少しで到達。バルドナドライブを見つけました。こっちにもあの施設があったのか。施設上空には巨大なワームホールが観測されています。それだけじゃありません。膨大な重力波のうねりが例のエネルギーと連動しつつ増加しています。やっぱり。どういうことだ、説明してくれ。バルドナドライブは2つ離れた地点にワームホールを形成し、空間同士を結合する装置ということでした。ですが、単純に離れた場所同士を接続するのではなく、何らかの理由で異なる世界への連絡路となってしまった。それがバルドナドライブの本当の機能だと思います。信じがたいことだが、今まで起きた事象から考えると最も妥当な結論ということだ。ですが、彼の言動から察するに、まだワームホールは完全に開いてはいません。我々が観測したエネルギー、これはまだ上昇の気配を見せています。それとともにワームホールが安定しながら拡大していく様子がわかります。つまりバルドナドライブの稼働には膨大なエネルギー量を必要とするようです。それが臨界に達した時に空間同士の接続が完了して、2つの世界が完全につながるのだと思います。ベルクトがゲッター戦を狙うのはそのためなのではないでしょうか。ゲッター戦と何の関係だ。あの無人機には動力を確保する機構が見られました。それを使って稼働に必要な動力を集めているようです。仮にですが、このエネルギー量をバルドナチャージと呼びましょう。ベルクトはバルドナチャージを得て2つの世界を接続するために動力を集めていると思われます。あの時膨大なゲッター線が急速に減少した。そうです。彼がエネルギーを得るほどワームホールの開口率も増していくということです。しかし、ゲッター戦がそんなエネルギーになるとは。バルドナ粒子が特定のエネルギー量を持ったものをワームホールに転換する性質を持っているのかもしれません。そう考えると、ゲッター戦に限らずどんなエネルギーでも動力源とすることができるという推測ができます。それが本当だとしたらとんでもねえ話だ。大体は理解した。だが彼の目的は何だ。わかりません。ただ結果は予測できます。2つの世界の境界がなくなった場合、待っているのは世界の破滅です。なんだよそりゃ。どういうことだ。空間が物理的につながるということは、互いの地球が引き寄せ合う
ということです。地球はぶつかり合うってことか。そりゃまた話が大きすぎてどうも実感が湧かないけどさ。いや、無視はできない事態だ。俺はヤツと戦っていたからわかる。あいつからは何かを破滅させたいという強力な想念を感じた。そんなことが起こったら大変ですよ。それを止めるためにはどうすれば。そのなんとかドライブってやつを破壊すればいいんじゃねえか。サテライトキャノンなら一発だぜ。それは絶対にダメです。バルドナドライブとは一種の開閉装置なのです。それが失われれば、すでに開きつつあるワームホールが閉じられなくなってしまいます。じゃあ、どうすれば。私たちが初めて彼と会ったあの時、彼はあの施設を起動させていました。以前説明したように、バルドナドライブの起動には鍵が必要だということが分かっています。それが確かなら、彼はその起動キーを持っているはずです。つまりそれを奪って止めればいいってことか。だがそれは何だ。分かりません。それじゃあお手上げじゃないですか。いや、やることははっきりしている。奴を追うだけだ。起動キーとやらの確保が最優先目標ということか。これは共通の目的のようだな。君たちの世界と我々の世界、二つの世界の危機だ。そしてベルクトを追うのが俺たちの目的ってことだ。そうは言っても俺たちには問題は山積みだ。神出鬼没な奴を追っている余裕もないだろう。彼の目的がバルトナチャージである以上、大きな動力が得られる場所に現れるはずだ。シンドラゴンに限らずな。手がかりはそれだけか。今私たちにできるのは、彼が現れそうな場所に先行すること。ハヤトさん、今後もこちらの世界ではナデシコも一緒に行動させてください。もちろん歓迎する。我々は目的を同じくする仲間だ。ハヤト、シンドラゴンはどこへ消えたんだ。今は見当がつかな。各地に調査隊を向かわせるが、そうそうすぐに姿は現さんだろう。ゲッター船をベルクトに奪われたからか。さっきのあれは何だったんだ。シンドラゴンはゲッター船と何かを得ることで進化が行われる。そんなことは私が絶対にさせない。俺たちの地球は一体どうなってるのかな。確かに気になるな。こちらの地球に飛ばされたまま何の情報もない状態が続いている。ご心配なく、帰る方法は分かりました。あのワームホールを通れば私たちの世界に戻ることができます。どういうことですか。考えてください。私たちがあの不安定なワームホールを通れたのはなぜでしょう。微弱ながら2つの世界はつながりを持ち始めているのです。ですから、あそこを通れば帰れると思います。わざわざここを教えたということは、彼が向こうの世界に行った可能性もあります。いずれにせよ、なでしこの無事も報告しておきたいので、今は私たちの世界へ戻りたいと思います。どうでしょうか。これからは一蓮托生だからな。共に行動した方がいいだろう。だが奴の行き先はわからねえぜ。さっきの戦いでもあれだけ消耗させられたんだ。戦力を割くことには反対だ。それならば俺が残る。どのみちシンドラゴンの監視のためタワーは動くことはない。ではタワーを残して私たちは一旦あちらに戻ります。
じゃあ月光門も同行するぜ。バレル、どうしたの？あの時、あいつは僕をバレルと呼んだ。一体、何なんだ？ベルクトは新連邦の特務部隊を指揮し、新ドラゴンの調査と捕獲に当たっている。今回の彼の行動を主導しているのが新連邦だとすれば重大な事態だが、そうは思えない。新連邦の目的は地球圏の統治であるからだ。つまり今回の件は彼の独断による行動である可能性が高い。その目的が何なのかは今は分からないが、早急に所在をつかまなくなった。ベルクトは新連邦内でもかなりの裁量を与えられた鹿だ。ナデシコの情報が新連邦に早い段階で行き渡っていたのも彼の力だろう。新連邦を背後につけながら独自行動のために動ける。彼が手強い相手であることは明白だ。新連邦という組織について説明しよう。第7次宇宙戦争の後、破壊された地球上から国という枠組みは消え、無政府状態が長く続いた。旧地球連邦の高官たちが組織した連邦再生委員会は東州連邦を生み出した。これは地上に建造した157基の塔を管理するための組織であり、長となったのは三賢人と呼ばれた者たちだ。三賢人は地球再生のための政策を優先して進めた。しかし連邦再生委員会の首脳であったフィクス・ブラッドマンはコロニーの統治、地球圏の統一政策を主張した。そして三賢人を追放し、新しい政府を樹立した。それが現在の新連邦政府。それから現在に至るまで、新連邦はコロニーとの戦いを優位に進めるため軍拡を図っている。ブラッドマンには有能な4人の腹心がおり、それぞれが高い地位を与えられている。まずは情報部に所属する留意ノワク大佐。彼はホランドの兄であり、かつてアドロック・サーストンが提唱した計画、アゲハ構想を進めている人物。ブラッドマンからはコーラリアン対策を任された。次にブラッドマンの腹心ともいえるシャギア・フロストとオルバ・フロストの兄弟。モビルスーツ大隊の指揮権を与えられ、反乱軍の制圧やコロニー勢力への対応を任せ、以前は腕の立つフリーのバルチャーとして有名な存在だったが、その手腕を評価され現在の地位を手にしたらしい。そして4人目は我々が追っているベルクトだ。新ドラゴン確保の任務を与えられているが、非常に謎が多い者。これからも新連邦と戦闘する機会はある。覚えておいてほしい。セーブしますか？もう一つの世界に移動しました。最新の情報を報告します。インターミッション。諸君、よく戻ってきてくれたな。瑠璃君が作成したレポートは読ませてもらった。諸君が行方不明になっていた先でこんなことが起こっていたとはどうにも信じられん。だが
同行してくれた月光号のクルーを見れば認めないわけにもいかんだろう。今回の件がここまでの深刻な事態とは予想すらしていなかった。しかし事実を知ってしまった今、何としても最悪の結果は阻止せねばならん。君たちには独立行動権を持つ特務部隊としての権限を認めよう。諸君は協力体制を取りつつ、二つの世界の危機を回避するために事態の収拾と回復に努めてほしい。よろしく頼んだぞ。現状についておさらいを兼ねてもう一度説明しましょう。バルドナドライブの起動状況はバルドナチャージという指標で示すことにします。これはバルドナ粒子の観測量から算出したバルドナドライブの完全稼働までの進行度です。現在バルドナチャージはこの段階まで進み、今もワームホールが拡大しています。ワームホールというのは簡単に言えば異なる次元を結ぶトンネルのようなものです。バルドナチャージが 100% 臨界に達した時にバルドナドライブは本来の機能を果たします。つまり地球規模のワームホールが生まれ、世界が接続されるのです。そのトンネルが完成すれば互いの地球は引力によって引き合い、壮絶な被害をもたらします。そして最終的には地球同士が衝突して重力干渉によって崩壊し、2つの地球は消滅するでしょう。地球が消滅すればコロニーも含む人類の居住権すべてに影響が及びます。つまり人類は滅亡するということです。この間にもバルドナチャージは着実に進行しています。一刻も早くバルドナドライブの停止の鍵を握るベルクトの所在を突き止めなくてはなりません。今までの経緯からはベルクトは2つの世界を行き来しながら動力を集めていると推測されます。ですが今の私たちには彼の行き先に関する情報がありません。私の情報網で一つ手がかりと考えられるものがある。最近ヒサゴプランのコロニー近辺で例の無人機動兵器の姿が幾度か確認されている。ヒサゴプランはボソンジャンプを利用した太陽系航路の開発計画だ。その中継ポイントであるターミナルコロニーが何者かによって襲撃されるという事件が最近相次いで発生している。そしてつい先ほどターミナルコロニー白姫が正体不明の機動兵器の襲撃を受けているという連絡が入った。おそらく犯人は一連の事件と同じだろう。例のベルクトという男が関係している可能性もある。直ちに白姫に向かいコロニー防衛を援護してもらいたい。私たちはバルドナドライブで開かれたワームホールを通過し、現在衛星軌道上に位置しています。このまま白姫に向かいましょう。バレル、イクスブラーの新しい乾燥パーツが連邦研究所から届いたわ。これは拠点強襲用の装備で高速戦闘が可能なタイプよ。作戦を説明するから聞いてくれ。作戦領域内に展開する正体不明の敵を全て排除する。敵の正体はつかめていないから何が起こるかわからん。周囲への警戒は忘れないようにな。増援などの可能性もあるから十分に注意してくれ。
今回は宙域戦闘になる。ソラが初めての者もいると思うが、注意して臨んでくれ。今回母艦は前線に出ずに後方援護に当たります。思いっきり戦っちゃってください。ここでは強化の世界じゃ連邦は味方ってのも変な感じだな。歴史が違いますから。何回か大きな戦争は起きましたが、今の連邦は平和維持機構として存在しています。問題がないわけではありませんが。自分から戦争してないだけマシだと思うけどね。まさかこんな大きな話になるとはな。違う世界なんて半信半疑だったが。俺たちにはそれぞれ目的があるが、この状況をクリアしないとその目的すら果たせない。力を合わせればどんな危機にも立ち向かえるだろう。今は協力して当たるべきだ。でも本当にこっちに戻ってきてよかったんでしょうか。この状況では正しい判断だ。シンドラゴンが再びゲッター船を溜め込むには時間がかかる。彼がバルドナドライブの場所をわざわざ教えたということは、こちらにも何かがあるはずよ。バレル、どうかしたの？ベルクトという男は僕を知っているみたいだった。どういうことなんだ？それは私も聞いたわ。気になる？そりゃそうだよ。確かにわかるけど、今は胸にしまっておいて。それよりも宙域戦闘は初めてなんだから、いつもより注意してね。バレル、当分は降りられないものと思ってくれ。そんな気はしてましたよ。期待はしませんでしたけどね。そんな調子で大丈夫なのか？ゲーラの方がまだやる気があるぜ。戦うのはまだ馴染めませんけど、仕方がないじゃないですか。世界が危ないなんて言われちゃ。仕方なくか。今はそれで構わないんじゃないか。バレル、これだけは言っておくけど、君がここにいることに意味はあるわ。うん、ちょっと不安だけど、何とかやってみるよ。何か悪いところがあったら教えてくれ。頼もしくなってきたね。
敵勢力の反応を多数確認。おい、あれはギガノスじゃねえか。未確認の機体に加えて旧ギガノス軍のメタルアーマー。流れを変えなきゃ。どうしてギガノスか。驚くのは後だ。汚染に入るぞ。行こうか。油断しないで。油断するなよ。宇宙での戦闘経験がない者は聞いてくれ。宇宙ではクイックターンを使いこなすことが重要だ。ダッシュ中の急速ターンができれば戦闘が有利に進められる。すぐには慣れないと思うが覚えておいて。様子はどうなっている。防衛網が次々と破られている。急がないと。照準補正よし。当たれ。反撃攻撃危険だ。まとまってくれ。白姫防衛隊から通信入りました。こちら白姫防衛隊。すでに第一次第二次警戒ラインが突破された。大した奴だぜ。あー、遅かりし復讐未熟滅。我々の目的はすでに果たされた。あとは奴の腕前を見せてもらおう。私の新たな道のりが始まる。おいおい、まさかイガノスの青きたかマイオプラント。なぜ彼がマイオ。ロンドベルよ、なぜその力を義のために使おうとせん。さっき迎撃してください。いいのか。はい、説得する余裕はなさそうです。機動性が高い機体なので注意してください。
再び刃を交えるにふさわしい力量だ。待ってくれ、俺たちが戦う必要なんてないはずだ。戦うに値する大義は持っているつもりだ。外れた上に新しい敵とは、ギガノスの青き鷹か。この戦いより苦しくなるな。追い打ちをかけるようですが、さらに悪い知らせがミスマル司令より入りました。かの赤い彗星シャア・アズナブルがネオジオンを組織したと宣言を行ったようです。シャアが？シャア・アズナブルとは、かつて一年戦争という戦争があった。地球連邦軍とジオン軍によって行われた争いだ。シャアは赤い彗星と呼ばれたジオン軍のエースパイロットで、連邦に最も恐れられていた存在なんだ。またあの戦いを始めようというのか。ネオジオンは放棄宣言を行ったのみで、まだ何も行動は起こしていないようです。連邦の対応は？会議を招集して対応を検討するそうです。今すぐ対応しなければ危険だ。シャアは何も考えを持たずに行動を起こす男ではない。司令もその危険性について上申は続けるそうですが、いつ対応されるのやらです。後手に回るしかないのか。それとマイオプラートの件ですが、さっきの男か。彼は2年前の防衛戦争の後に消息を絶っており、その足取りは連邦軍も掴んでいませんでした。あいつもギガノスの青き鷹と呼ばれたギガノス軍のエースだった男さ。マイオとシャア、彼らが敵に回ったとなれば、この戦いも一筋縄ではいかないぞ。さらにギガノス軍と共同作戦を行っていた謎の敵勢力、こちらも連邦本部でその正体を調査中です。なんだか踏んだり蹴ったりの状況だな。ああ、ベルクトの所在を突き止めることと彼らとの戦いを同時にこなしていかなければならない。ベルクトの行き先については改めて考えなければならないと思います。彼の目的がバルドナチャージである以上、動力源が得られる場所に現れる可能性が高いと言えます。しかし彼がどちらに現れるかまでは予測できません。戦いをこなしながら追うしかないようです。こちらの世界でも例の無人機が確認されている以上、現れる可能性が高いと思います。新しい勢力の動きも活発になってきていますし、目が離せない状況です。向こう側の世界でもシンドラゴンの動きは気になります。シンドラゴンそのものが脅威である上に、ベルクトがそれを狙って再び現れる可能性も十分にあります。私たちはどちらに行きましょうか。どちらを選びますか。ベルクトが現れる確証はありませんが、現状を放置できないのも確かです。私たちはこちらの地球に残り、新しい勢力を睨みつつベルクトを探すことにしましょう。白姫は内部からの爆破で壊滅、ターミナルコロニーとしての機能を完全に失い、多くの死傷者が出ました。連邦本部では各勢力への対応を行うための緊急対策会議が行われることになりました。もう一つ気になった点もあります。白姫が爆破される寸前、
正体不明の機影が脱出したことが確認されています。この機体、驚いたことにボース粒子反応とともに反応が消失したとのことです。つまりボソンジャンプが可能な単体の機動兵器。そんなことは不可能なはずですが、連邦の追跡調査を待つしかなさそうです。ギガノス、ネオジオン、そして所属不明の勢力、やることは山積みのようですね。セーブしますか？最新の情報を報告します。インターミッション中の行動を選んでください。